はい、今回は小西文書と立憲民主党と高市早苗の発言の謎、そしてですね、その中で破防法という話題が出た、こちらについての解釈ということで、お伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、皆さんも関心を持ってらっしゃる、ね、この国会での小西文書の話ですね、そこからですね、立憲民主党の議員が応援に入って、高市早苗がいろんなことを言ってということで、あっちこっちで注目されている内容なん で、今回はこちらの内容についての、違和感というか、思ったこと、あとですね、僕は正直言って別にどちらもね、おかしいと思ってるんですよ。どちらも違和感を感じるなと思うんで、別にどちらがいいとかね、別に小西文書がいいとか、高市早苗の発言がいいとか、そういうことは思わないんで、より客観的に考えていこうと思うので、よろしくお願いいたします。ここ最近ずっとですね、この長引いてる国会のこの小西文書と、高市早苗とか、そういったものの話なんですが、わざと話を長引かせる目的があるんじゃないかなっていう、そういうことも思うんですよ。もちろんそういうことを考える別の目的があるんじゃないかなと思うんで、で別にね、この小西とか立憲民主党とか高市を、どうのこうの、ね、言うとかではなく、どちらの人たちもね、言ってることがおかしいなと思う。で皆さんも思うと思うんですが、なんとなく世論的には、立憲がおかしいみたいな話なんですが、ある調査によると、ね、自民党高市、高市早苗の発言も、違和感がある、そういった声もありますので、そこら辺の、ところをですね、いろんな角度からちょっと考えていこうと思います。何かっていうと、この立憲民主党のですね、杉尾秀哉っていうこの議員のこの発言がまず、少し前から注目されていて、この公文書捏造について総務省もおかしいとかって、いうことを言ってるわけですよ。でここら辺から、いろんなことがあって、この、そもそもね、その小西っていう議員とか小西文書がおかしいっていう意見がある。で、そこから発生した、立憲の、議員、この、杉尾秀哉っていう人、この杉尾秀哉の言ってることも理解できないっていう声もあるんですよ。僕もそう思います。はっきり言って小西文書とか、この立憲の杉尾秀哉とかいうことも理解できないし、この、ね、杉尾秀哉が追及した総務省のこの発言っていうのも、これも謎があるんで、ここまでで何が分かるのかっていうと、立憲民主党あるいは総務省も謎がある、何を言ってるのか意味が分かりません。見ていて、意味が分からないなって僕は正直に思うんですよ。でそうなってくると、今度はこういう理論が展開されるんですね。小西文書、立憲民主党がおかしいので、高市早苗の言ってることが正しいっていうことなんですが、何回かお伝えしましたが、高市早苗っていうのは嘘がバレてるんですね、2回。で、いろいろ高市早苗も言ってることに違和感を含むんですよ。で、今回なんですが、高市早苗がですね、かなりおかしい、違和感を発したっていう、そういったことについて、そこの部分を、注目していこうと思います。こういったことが、分かってます。ニュースにもなっていますし、記事とかにもなってるんですが、この大臣レクっていうのの、話をですね、この、立憲民主党の杉尾秀哉が追及したんですね。高市、大臣の発言は根拠がないから信用できないということなんですよ。で、この確かに杉尾秀哉っていうのの言い方が、おかしいのかもしれない。それはそうかもしれないんですが、それに対して高市、早苗の返答もおかしいんですよ。怒って、言ったんですよね。私の答弁が信用できないならもう質問なさらないでくださいってね。これこんなこと言ったらもう終わりじゃないですか。大臣が議員に質問するなって、これ最も国会で言ってはいけないことなんですよ。だからこういうことを言う高市早苗っていうのもおかしいんですよ。だから何を言ってるのかっていうと、両者ともに、違和感がある、話になってるってことです。だから別にどっちが正しいとかどっちがなんとかっていう話ではないし、でさらに言うと、この高市早苗の、この議員に対して質問するなって言った話は、自民党内でも、大きなこれ話題となっているっていうことなんですよ。高市早苗の言い分っていうのもこれ非常におかしいですけどね、別に僕はさっきお伝えしましたが、別に立憲民主党の議員の肩を持つわけではない、別にそれもおかしいと思ってる。ただこの杉尾っていう議員が、自分の発言を信用できないからね、質問するなってもう意味がわからないじゃないですか。国会で話し合ってる内容とは思えないんですよ。こういったところから、高市早苗の発言もおかしいし、向き合い方がおかしいと、思います。
つまり何を言ってるのかっていうと、立憲民主党の小西とか、この杉尾とかもおかしいし、自民党を含む、高市を含む自民党ですね、もうおかしいって言って、だから両方とも言ってることがおかしいんですよ。でこれっていうのは皆さんはどういうふうに思われるかわからないですが、おそらくこういった構造が あるんじゃないかと僕は思いまして、今選挙前ですから、地方選挙ね、前ですが、こういったことが考えられると思うんですよ。こういったことを争わせることによって両方おかしいと、両方おかしいで話が終わればいいんですが、こういうふうに、話を誘導しようっていう考えが考えられて、立憲民主党っていうのはおかしい、でその立憲民主党よりは自民党の方がマシ、じゃあ自民党がいいんじゃないかって、そういった流れに持ち込もうとする、そういう、まあ、シナリオがあるんじゃないかと、思います。だから僕は結論から言って、立憲民主党も自民党もおかしいんで、なくなればいいんじゃないかと思うんですよ。皆さんもそう思われる方いらっしゃると思うんですが、だからこれっていうのがなんかバランスを崩して、立憲がおかしいって言って立憲民主党だけを叩く人もいますし、まあ、自民党もおかしいんで、自民党だけを叩く人もいるんですが、いろいろ真剣に考える結果ね、両者ともに違和感がある、そういったことが考えられるんですね。で今回のこの話っていうのは、またちょっと違うところにそれが展開していきまして、どちらかというとまたこれが狙いなのかなとかっていうことも、思うんですよ。何が狙いなのかなっていうと、昔の、政党名で、NHK 党ってありましたね。 N 党とか NHK 党、あそこの浜田議員っていう、議員が出てきてですね、この破防法について、話を、したんですね。で、これらの件の目的っていうのは、この破防法をもしかしたら、広く適用することが目的なんじゃないか、目的っていうか、そういったことがあるんじゃないかって。で破防法っていうのはその適用が、難しいと、その破壊活動防止法っていうことで、だからそういったものの取り扱いを、なんていうのかな、慎重に今までされていたんですね。破防法に関しては、まあ、慎重にっていうようなことだったんですが、で今回のこの浜田議員が突然この破防法の話を持ち出したっていうのは、当然、その政治家っていうか、 なんていうのか、あの団体の中で、団体っていうかその政治の政党の中でそういったことのが、まあ、シナリオが決まっていたとも取れるんですよ。でこの破防法の適用に関してははっきりとわからないんですね。公安がまだ何とも答えていないんで、ただ、まあ、そういった方向に破壊活動防止法っていうのを、まあ、持っていくと。だからこれらの騒動ね、いろんなことを引っ張るわけじゃないですか。この立憲民主党と、高市さんとかどうのこうのっていうふうに言って、そこからですね、話を今度そちらの方に、っていうか、まあ、そちらの例えば破防法の適用を、まあ、することが目的としてこの話題を、騒いでいるとも取れるんですね。でこの確かにこのなんていうのかな、日本共産党っていう、まあ共産党はこの破防法に、なんていうの、準じたっていう疑いがあるっていうようなことが言われて、まあ共産党は破防法に基づく調査対象団体って言われてるんですが、まあそれはそうでいいんですよ。別にそれ以上何も言わないから。ただ何が問題なのかって言ったら、この破防法を、適用する基準を拡大するっていうことです。だからこれっていうのは何かに構わずこんな破防法なんていうのは適用しては、危ないっていうことで、だから慎重に今まで議論されてるんですが、今回のこの件をあのマスコミで引っ張って、立憲とか、その自民党とか、小西とか高市の話から、それはもう例えばもっと破防法を幅広く適用した方がいいんじゃないかとか、そういったことを目的として今回この話を引っ張ってるのかなと思います。だっておかしいのは両方とも疑問じゃないですか。小西も、この杉尾も立憲民主党も高市も自民党も疑問なんですが、で、ちょっと調べていてですね、ちょっと関心が深いなと思う、まあ面白いなと思う、まあこういったものがあって、こういったものがもう全てシナリオだと思うんですが、皆さんもこちらは思ったことあるというか、まあこれを思っていただいた方がまあいいと思うんですが、実はですね、昔の社民党ってありますが、社民党がですね、まあ、外国ですね、外国とつながっている、北丸線とつながっているとかって言って、それでああだこうだって言われるんですが、自民党もですね、東丸協会を介して北丸線とズブズブにつながってますからね。だからそういったところで社民党がどうのこうのって言って自民党は違うとか、自民党も同じなんですよ。だから社民党も自民党もこれおかしいんですよ。だからこういう、今選挙前じゃないですか。だから国会でこういうあのくだらないことを話し合って、なんかそれ
のどちらがどうとかなんとかっていうふうに話し合ってあたかも対立して、実は自民党の方がいいなっていうふうに世論を誘導しようっていうことが今回のこの件についてあるんじゃないかと延々と話を引っ張りますが、そういった可能性があります。あとですね、僕はこれを結構いろいろ真剣に考えておりまして、別のことも考えられるんじゃないかと思うんで、ちょっとまた別の時にそちらの件については考えて、整理してお伝えさせていただこうと思うので、今回は小西文書と、ね、立憲民主党高市さんへの発言の謎、そこに破防法が出てきたという件についてお伝えしてみました。リスナー様の何かしら一つでも参考になっていただけるものがあれば何よりです。ということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。